こんにちは、写真家の亀山亮です。15歳ぐらいから、もう今45歳なんですけど、まあ、海外とか国内のドキュメンタリーを撮る活動をしています。僕はね、そのモラトリアムの時期が早くて、まあ、さっき話したように15歳ぐらいから、まあ、自分はどういうふうに生きていこうかっていうのをずっと考えていて、で、もう中学生ぐらいの時に、まあ、いわゆる日本人が撮ったベトナム戦争の写真集とか、まあ、あと東京大学集で早乙女勝本さんって、まあ、東京大学集の絵本を書いた人がいるんだけど、まあ、それをたまたま小学生ぐらいの時に読んで、まあ、それにだんだんそういう、まあ、戦争とか社会問題に興味を持ち始めて、でだんだんとスタートしていったというか、で今まで来てこんなおじさんになっちゃったと。45歳になって写真ね、他のカメラマンの人みんな言うと思うんですけど、まあ、写真を撮って見せるって行為はもう自分の手を離れてしまう行為だから、まあ、それをなんかメッセージ性とか込めてしまうというプロパガンダみたいになってしまうから、まあ、僕はその見る側に委ねるしかないと思っていて、でこの写真はアンゴラって、戦争がずっと続いていて、僕行ったのは2003年なんですけど、ちょうど内戦が終わった直後 で彼らは国内避難民といって、ウニタって反政府系ではいたんですけど、そのウニタっていうグループが武装解除した後に自分たちの故郷に戻るために、IDP キャンプって国内避難民のキャンプがあるんだけど、そこで撮った写真です。これはパレスチナですね。ガザ地区って、今年も初め爆撃があったけど、まあ、そこの地域の写真ですね。まあ、僕はね、早い時期からさっきも話したように、なかなか人生の中で自分のやりたいこと見つかる人って結構少ないと思うんだよね。で僕はね、まあ、仕事はちょっと変わった仕事だけど、もうお金も儲かんないけど、自分の本当に生涯かけてやる仕事がたまたま見つかって、まあ、その中で試行錯誤しながらどうやっていくかっていうのをずっと今も続けてきて、だからあんまり使命感とか何かを伝えようとかになってしまうと、なんかやっぱり押しつけがましくなってしまうというか、うん、でやっぱそのジャーナリズムの客観報道とかさ、公正中立っていうのは全くの嘘だからさ、だからもう一度自分の私的なアプローチで現場に行って、その後もどうやって伝えるかっていうのをものすごく不審するっていうか、僕は写真撮ってるので写真集とか本にして、まあ写真展もするけど、まあそれが最後の終着地点として活動してるって感じです。どんな戦争でも全然違うし、若い頃やっぱり自分が現場に行って変わる行為がものすごく良かったっていうか、パレスチナの写真もそうだけど、日本の人はみんなテロリストとかさ、ものすごく過激な人とかいうステレオタイプのイメージしかないけど、実際に現場に行くと全然違うしさ、みんな俺たちみたいに普通の人が生きてるわけだし、やっぱそういうのに肉体的に分かるっていうのはものすごく僕の財産というか、やっぱり写真カメラがなかったらそこの現場も行くわけないしさ、でそういう意味ではいろいろ変わって、自分の中で変わっていったのはすごくいいかな、良かったかな。まあ、パレスチナ僕目も打たれたし、あのイスラエルね、まあ、片目見えないんだけど、まあ、いろんなことがあったけど、うん、まあ、財産というか、まあ、満足してるかな、うん、まあ、今の自分で選んだやり方にはすごく、うん。